はい、トーマです。こんばんは。本日はですね、りょうさんのドリコレガチャ見ていくんですけども、その前に、カルツをね、今回手に入れたことによって絆がなんと合計 32.5% の即属性の日本選手、チムスキ 60% のデッキが組むことができますというので、ちょっとご紹介最初にしたいなと思います。その辺もね、考慮して今回のドリコレカルツまだやってます。そちらをね、狙っていくかどうか、あとはこの後のりょうさんのガチャとかも含めて、出具合のね、なんかちょっとオカルト的なとこですけども、その辺も含めて、やっていくかどうかご検討いただければなと思います。僕は完全に予算不足で、引けてない状態なんですけども、即属性の日本選手5人っていうね、絆なんですけど、で、数値チェックやっててね、しかも強いっていうのも分かってるんですけど、残念ながらちょっとフェス若林が、ね、あったんで、きついっすね。今まだいけない状態です。はい、休眠中になっております。はい、というわけで見ていきましょう。で、まずはフォワードから見ていくんですけども、ヒューが若島、そしてサンターナ。はい、このような形で配置していきます。で、さらにロベルトですね。で、サンターナ、ロベルトで海外6人以上なので、全体としてはまず海外選手6人、はい、入っております。はい。で、ヒューガが力海外3人以上なので、サンターナ、クライフォート、ミカエル、そしてカルツ、3人以上いますね。で、即属性の5人っていうのが若島津5人以上ついてるんですけども、カルツもちょうど5人なので、今回縛りとしては、まず即属性の日本選手っていうのは、ぴったり5人ですよと、いったような形になります。で、それが若島津、ヒューガ、そして曽我、見過ぎ、フェス林といったような形でちょうど5人になっております。はい、で続き見ていくんですけども、クライフォート、こちらは大丈夫ですね。 2.5% が伸びます。そしてライジングサン3人以上のミカエル、これも乗ってきますね。で、ソガ、ちょうどブラジル2人、ここもね、縛りとしてまず発生していきます。なので、ロベルト、サンターナ、この2人でちょうど2人になっております。で、即属性の日本選手ちょうど5人のカルツ、こちらも縛りですね。で、日本5人以上で、これもちょうど5人なんで満たしてて、で、力欧州ちょうど3人、ちょうど3人ですね。もうちょうどがちょうどばっかり出てきて大変なことになってるんですけど、力欧州に関してはカルツ、そしてミカエル、そしてクライフォート、これでちょうど3人という形ですね。で、見過ぎが即属性5人以上、日本5人以上と、あとは若林が、即日本3人以上という形で、はい、満たしていますと。で、これを全部足すと、なんと 32.5% になるといったようなものです。で、ここから、絆を維持した状態でメンバーチェンジするためには、見過ぎとたけししかないのかなというふうに、パッと見、思いました。なのでね、他の方法あればちょっとコメントいただきたいんですけども、かなり縛りの強い、状態になってますので、ここからは 30% とかね、ちょっと下げていく形にすれば、もうちょっと融通効いた形でメンバーチェンジできるとは思うんですけども、現状は、フォーメーションを変更して、タケシっていうのを DMF に入れたりとか、そういったような処理が必要になるのかなと思います。で、あとは翼くん入れることできませんので、若島津、メイン技使えないですね。ワンツーが使えなくなります。で、ヒューガのメイン技、こちらも使えないです。その使えない度合いの、その影響の大きさで言えば、島津がワンツー使えないのが一番影響的には大きいかなと。で、ヒューガがね、メイン技のシュート使えない分には、サブ技の方でシュート保管してあげればいいので、はい、そちらは問題ないかなと思います。若島津もね、自分で持たせてワンツーさせたところでっていうのもあるので、もう浮き玉のターゲットとしてだけ使っていくっていうのでもいいのかなというふうには思いますけども、はい。なのでね、それなりに、欠点のなさそうなデッキが組めつつ、32.5% という形になるので、これは非常に大きいかなと思います。はい、というわけで、以上ご紹介でした。それでは、りょうさんのガチャ、ご覧ください。